の筋肉のやつで放送で見てて、もう大丈夫って。新しいとこ今もやってない。みんなどうなんですか。みんなの、そろそろ変幻変化していきますか、ね、変幻今からやんでいこう、はい、今からそれはいいんじゃない、でもそれ筋肉ありきじゃない、そうなんです、筋肉の勢いありきの変幻変化なので、まあ黙ってついて変幻類って書かれてる名前考えよう、変幻類にします、いやいや、いいありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ最後、ゆうきのとこ分かるよな、ゆうきはね、ゆうきのとこよ、まあ、大体わかるよね。今日の感じを見てると、大体わかるかな。勇気はでも、今日でさ、この何ていうの、その勇気の内面を知れたというかさ、いう方々も多かったと思います。ね。そうだ、勇気。やっぱりこう、僕たちが書いてるああいうのも、勇気さんだと間が持ちますよね。そう、そうやね。勇気は見つめるだけでいいから。そうやね。あ、俺だけにシャンパンタワーもらっちゃった。あ、おめでとう。ミッキーさん、ありがとうございました。すごいな。ありがとう。ミッキーさん、乾杯。ミッキーさんは高齢化社会でどう見てるの？いや、それはいねえよ。お前やったんやったんや。お前やったか、あのリスナーさん。あれだか。あ、まあまあ。そうか。おいしいね。やっぱりね。結構さ、プレミアム放送って一人でやることが多かったから、うん、なんかこういう、なんか、大人数でやるのもなかなか面白いと思う。あ、ミカちゃん、シャンパンまたいただいちゃった。うそ、すごい、ありがとうございます。ありがとう。ミカちゃん、乾杯、ありがとう。うん。ミカとのシャンパンは格別。海、海、シャンパンタワーありがとう。めっちゃすごーい。シャンパンタワー入ってるじゃないですか。シャンパンタワーすごいな。すごい、ありがとう。一人でシャンパンコールやるか。うん、あ、そうやな。いや、バニラのやっちゃうよ。そしたら。ああ、それでもいいんだね。うん、やんないやんない。やんない。一人でやるんだっていう話、みんなでやるよ。今何でしょ、今何でしょ、今からまたもらった、ありがとう。じゃあシャンパンタワー先やろう。シャンパンコール、シャンパンコール、シャンパンコール行こう。よーし、ありがとうございます。行くで、せーの、クラブ S、 スペシャル S、 スマイル S、 サクセス S、 あなたと一緒のバイブス感じて今夜もスペシャルスマイル、サクセス素敵な S、 素顔 S、 好きです、 S、 あなたと一緒のバイブス感じて飲みます、飲みます、愛します、イエーイ。ありがとうございます。はい、ありがとうね。乾杯。ありがとうございます。さて、準備できたかな。さあ、揃いましたかね。うん、揃いましたか。じゃあ、ゆうき、弾いてもらおうか。いただこうかな。まあ、言うても、この中では、勇気が一番クラブ S としては浅いよね。そうですね。そうそうそう。だから、言いにくいこともあると思うけど。確かにね。うん。楽しみだ。今後分かり合うためにも、大事だと思います。はい。じゃあ、1枚目いきまーす。はい。お願いします。本音。本音。面白いね。うん、俺にアホって言える。シンプル中のシンプル。俺にアホって言えるからね。相当だよ。シンプルで本音は。そうそうだと思う。すごいね。カタカナ2文字で人の能力を表してる。だから、多分、まあ今日の放送で、多分、見た人は分かると思う。このアホってのも。この先の俺をやっぱりずっと見てると、俺を応援していくうちに、どんどん俺の内面性が分かっていって、なるほど。多分ね、相当深いものになる。アホの一文字じゃ表せない。ああ、なるほど。そうじゃないんだと。だからでも、アホはアホってことね。結局ね。いや、でもこの今日一日でさ、勇気がこんなに可愛い一面あるらしいよ。せやな。いや、アホは楽しかったでしょ。本当に見せたくなかったんだけどね。うん、じゃあ次行くよ。バカみたいだね。IQ 低いよね。なんか知的にそうだ。あ、こっちだ。だから、こういう風に書く人は、俺と IQ 対決した方がいいよって話。あ、なるほど。なるほど。喧嘩売ってくるぐらいだね。そう。本当にこうやって、悪口っぽくなるようなことを書けるんだったら、俺と本当に勝負してみろって話。
そうだね、言葉座超なるほど、言葉座高い位置のバナナをどうやって俺に勝てるの勝てんのゴリラにやるやつ、ね、ハーフパンツ好きやんな。おお、うん、なるほど、ハーフパンツね、完全な裏側や、これ裏勝負です、これは裏だね、完璧、うん、だからこれ多分ね、うん、これは結構、多分ね、一緒に暮らしてるというか、うん、一緒の時を割と過ごしてる人が書くようなことだ。そうだな、うん。ハーフパンツで紫のバンダナしてたら、もう、ゆうきさんですか？そうだよね。最後、最後、いくで。大体わかる。そろそろ話してるの、かわいいです。おう、ヘイヘイ、ルイ。あー、ルイって言った。ルイって持ってて。もう、無記名がもう。超わかりやすい。無記名はやっぱね。よし、うん、金閣金閣さん。はい、どうしたの？俺と、うん、今度勝負しよう。あれ、なんで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 、わかる、うん。どうしたどうしたどうした、うん、IQ 低いとか、うんうんうん、あとなんだっけ、アホ。うん、俺 IQ 低いなんか書かない。いや、言えるんだったら、うん、マジで俺と勝負してみ。でもさ、今まで勝負するって言って、うん、勝てた試しあんまない。いや、うん、俺勝ってるよ。あ、そんな、うん、うん。でも負けてることもあるけど、うん。うん、な、何で勝負する、うん、お使いお使いほんまにアホの、うん、お大人がやることじゃないお使いでもいいよね。お使いでもいい。お使いで勝負すんの、うん、お使いでもいいし、うん、うん、なんかでも、なんか考えよう。あるとしたら、こういう場がね、素敵な感じのやつですよね、うん、けどさ、うん、ちょっと話変わるけど、ハーフパンツ多いよな、変わるといいや、多いよ、うん、で多い、多い、もう普段、普段、うん、ラフ、ラフ、そう、うん、超楽、うん、その、うん、この顔と下半身というか、こっから下の服装が合ってない時が多い、へぇ、そうなのかな、結構昔から、そのハーフパンツっていうのは、うん、あのラフで、うん、私服がラフすぎて、今日でも楽しすぎそう感じかもしれない、部屋にいるその状態でそのまま外出てきましたみたいな、へえ、そうだね、だからそのホストとしてはかっちり決めてるから、その分やっぱ普段はあれだから、そうだから、ね、オンオフは俺はしっかりしてるね、うん、決めてる自分の中でも、うん、オンオフ、そうだな、あ、うん、そういえばハーフパンツしか見たことない、うん、今日もハーフパンツやもんな、で今日はハーフパンツじゃないけど、そうか、私服ね、うん、そうそう、私服、そうだね、私服、これ私服じゃない、いや、これも私服よ、でも一応決めるから、もうどんどん、あそこで棒出そうとするから、あかんの、ゆうきさん、そんなあかんの、ダメです、ほんま、まだまだ、ほんま、もう、行きますか、まあでも結構これで本音みんな言えたんじゃないか、いやいや、これこういうことをしてね、ずっとこうね、チームワークがこうね、うん、出てくるのよ、そうやな、なあ、レモンちゃん、あ、レモンちゃん、シャンパンいただいてありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ多分時間帯的にこれが最後になるんじゃないか、そうやね、最後だね、から、うん、シャンパンコール行っとくか、最後行っちゃおうか、よし、じゃあ行くぞ、はい、はい、せーの、クラブ S、 SSS、 スペシャル S、 スマイル S、 サクセス S、 SSS、 あなたと一緒のバイブス感じて、今夜のスペシャルスマイルサクセス、素敵な S、 素顔の S、 好きです S、 SSS、 あなたと一緒のバイブス感じて、飲みます、惚れます、愛します、イエーイ、ありがとう、クラブ S 最高、最高、最高、ありがとうございます、本当にすごい、ありがとう、楽しいね、お、リサさんからもいただきました、ありがとうございます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 、本当に、どん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 いただきました、はい、みんなで生で見てもらう時が来るといいですよね、そう、嬉しいね、ありがとうございます、おどんどんいただいて、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、皆さん、本当に今日でもご覧になっていただけた、本当にこう普段のホストのみんな以外の部分をこう、うん、見れたね、ご覧になっていただけたんじゃないかなと思いますね、うんうん、ね、本当に過激のかっこよさもありながら、勇気との この仲の良さもありながら、ね、ルイの真面目さもあり、自信さもあり、勇気の可愛さもあり、そう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 、うん、そしてヘイヘイヘイがあれだけ使えるとは使えない、使えますよ、わかりました、ゆうきさん、
シャンパンタワー。シャンパンタワーまたずっと来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、乾杯。ありがとう。